Okay, hello my friends, we're here again in the studio and today you will see and hear a lot of interesting information again. はい、どうも、リビングリッシュ始めていきましょうか。今回も、前回に引き続き、ロム君、はい、ロシアから来ていただいております。どこだったっけ？Where is your home city's name? My home city's name is Yekaterinburg. どこに書いたかな。いや、あれどっか行った。Like Yekaterinburg. Yekaterinburg. どこに書いたかな。あ、先生、裏向けた。あれさっきの紙どこ行ったっけ。なくなった。彼のホームタウン、すごいとこなんですけど、ロシアのど真ん中に。セントラルオブロシア。Yes, kind of center. はい。Not the capital, but center. はい。ということで始めていきましょう。ですね、リビングリッシュとは住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングリッシュハウスの私、渡辺秀和と、今回も引き続きロム君、ロシアから来ていただいたロム君がお届けする番組です。では今回も最後までお付き合いください。はい、はい、ということで、始まりましたリビングリッシュ。この番組は国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しくちょっとでも興味を持ってもらえたらと。そしてですね、今回は、ロシアから来たロム君の、英語もリスニング練習しながら楽しんでください。ということで本日も早速ゲストを紹介しましょう。緊張しない？大丈夫？はい、大丈夫よ。もう気軽に行ってくれたらいいよ。ですね、枚方のビオルネから、クレイトから来ていただきました市原、レナさんですね。はい、はい、では早速英語で自己紹介をよろしくお願いします。はい、はい、My name is レナ市原。 I like sleeping。はい、終わり、はい、終わりでいいの？終わりです。はい、寝ることが好きなの？はい、ね、寝ること以外には何が好きなの？寝ること以外に音楽聴くことが好きですね。音楽聴くことが好き、はい、はい、音楽聴くことが好きを英語で、I like、はい、listen to music。 素晴らしい、素晴らしい。そうですね、はい、ではでは早速あのロム君から英語でね質問をしてもらうので、はい、英語もしくはその他の言語、はい、何でもいいので答えていただいたら、もちろん日本語でも構いませんので、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあロム君、ファーストクエスチョンプリーズ。 Okay, the first question is Where have you been so far? はい、Where have you been so far? で、今まで海外どこ行ったことありますかっていう質問です。はい、4年前とかに韓国のミョンドンとインドネシアのバリ島、ジャワ島、あと中学生くらいの時に中国のどこか、うん、中国のどこかって思うよね。それ全然覚えてないの？全然覚えてない。中学何年生ぐらい？2か1ですね。2か1。それも覚えてないの？それも覚えてないです。なるほど。だから中国のどこかやけど、もしかして中国じゃないかもわからへん。かもしれないです。ちょっと離れてるところ。まあもしかして香港とか台湾やったかもしれない。かもしれないね。分かれへん。これは分からん。これはでも韓国ではないの確実。韓国ではないです。ああ、じゃあまあ中華系ってことやね。中華系です。もしかして、マレーシアやったとか。あ、そっちは。そっちはない。はい、絶対ない。中国的やね。がアジア系の、うん。中国系の。なるほど。そういうところに行ってきたっていうとかね、はい、じゃあ、楽しいお話をいろいろ聞かせてください。はい、はい、じゃあロム君、next question please. And the next question is What is the most disgusting food have you ever eaten? はい、disgusting food でね、あのまずかったとか、はい、あのえーってなるような食べ物を、はい、なんかありました？韓国のコンビニで買った激辛の焼きそば、うん、激辛の焼きそば、辛すぎて味がしないくらいの。コンビニでそんなん売ってんの？売ってます。もうめっちゃありました。あかんやんそれ。え、それは何？インスタント？インスタントです。もうほんなお湯入れて捨ててソースかけて食べて、なんか別に特別辛いソースはがけするとかじゃないやつ？
じゃないですね、もう一つのソースを入れて、うん、で混ぜて食べる、うん、見た目は普通のソース焼きそば的な感じなの？ちょっと赤いですね。あ、もう見た目からちょっと赤いんだ。そうです。でもまあいけるやろみたいな感じで、はい、もう大丈夫やろ、普通やろみたいな感じで食べたら、むせた、むせましたね一口で、えってもう皮膚からさ、そうですね、なんだこれみたいな、びっくりするくらい辛かったです。なんでそもそもなんでそんなコンビニでそのソース焼きそばを食べようとしたの？なんかもともと辛いものは好きだったんですけど、うんうんうん、ま、韓国辛いの結構多いんで、うん、それでお姉ちゃんと食べてみようってなって、あ、辛いみたいよっていう前情報あったの？この韓国は辛いもん多いっていうのは分かってたんですけど、うんうん、特に別にそのインスタント焼きそばが辛いっていう情報はなくて、あ、そっちはないです、ね、あ、まあ試しで、そうです、これお姉ちゃんと食べようやみたいな、はい、ソース焼きそばどうみたいな、いいねみたいな、でお互い違うの買ったけどどっちも辛かった、あ、2つ違う種類買ったけど、そうです、どっちもめちゃ辛、めっちゃ辛かったです、マジで、はい、もう鼻から出るぐらい涙出る感じ、もうそうですね、マジで鼻にツンってくる感じで、大丈夫やったのそれ？次の日は大丈夫じゃなかったです。次の日はどうやろう？次の日大丈夫じゃないです。もう書いたーって。マジで？それ絶対あの焼きそばやんみたいな。間違いなく。絶対あの焼きそばですね。ああ、そう。腹痛なるぐらい辛い焼きそばってどんなんやねんな。韓国恐怖です。辛いの食いに行ったのに辛いのに負けとるやん、それ。負けました。マジか。そうか。へえ。他はなんかないの？他でもバリ島で、うんうんうん、コンビニ行って、うん、コンビニ好きやな。割とジャワ島で、うん、ハーゲンダッツ見たら、うん、日本って200円300円とかじゃないですか、うんうんうん、でも、うん、そこでは700円くらいで、え、そんな高いの？めっちゃ高いです。あれちゃうの、なんか期間限定のなんかええやつとか？でも全部の種類です。ああ、そう、はい、普通にバニラとかも？そうです、クッキー&クリームとか。ああ、マジで？それも、え、それも別にサイズがでかいわけじゃなく、サイズはもう普通のサイズです。一緒で、すごいな、はい、それ、そうなんだ。なんでやろう ね、誰が買うの？インドネシアでね、現地人買われへんやんね。現地人買わないでしょ、ね、旅行者、他のがめっちゃ安いんで、うんうんうん、そうなんだ、すごいな。なるほど、ハーゲンダッツ、まあまあ世界大体同じぐらいの値段なんかもしれへんね。そうですね、うんうん、So how much is that? Do you know ハーゲンダッツアイスクリーム、How much?In Russia. So do you mean how much to buy ice cream? Ice cream. Do you know Häagen-Dazs? Häagen-Dazs the brand. Ah, yes, we have some. So yeah, you can find some ice cream on the net in Russia. So about how much? How much? In yen, dollar? So yen, please. In, okay, in yen. The cheapest one ice cream is about. I think 50 yen. 50 yen. 一番安いので、これはハーゲンダッツじゃないね。え、Do you know ハーゲンダッツ？発音が違うんかな。難しいな、ハーゲンダッツって。Do you know バスキンロビンズ？ Yes, sure. バスキンロビンズ from US, right? Yes. で、ハーゲンダッツあれどこのやつ？アメリカ？どこなんでしょう。分からへん。分かんないです。So the brand, same as the バスキンロビンズ、ハーゲンダッツ。I don't think that we have that one. ちょっと、何やねん。Yeah, I understand. This one. ハーゲンダッツ。No, we don't have this one. そうなの？ロシアにハーゲンダッツないんだって。衝撃。衝撃の事実。へぇー。まあまあ、ロシアではだいたい50円ぐらいのがあるんかな。はい。へぇー、そうなんだ。すごいね。せっかくやったら食べといてよかった。ね、食べてケチャダンス。ね、ああ、何？ケチャダンスも見たの？見ました、見ました。ケチャダンスって何ですか、そもそも？インドネシアの男の人たちがの伝統ダンス、伝統的なダンス。どんな踊り？どんな？表せないです。え、衣装は？もう巻き、スカートみたいな。上半身は裸 で、うん、仮面みたいな、うん、してる人もいれば、してない人もいて、うん、下なんか履いてたんですけど、何かわかんないです。忘れました。で、火とか使うの？火は使ってたかな？真ん中に置いてるとか。
そんな感じです。なるほど、ケチャダンスね。ああ、火を囲って、はい、でそのダンスを周りで囲う人らが見て、ね、あ、それを見ながらハーゲンダッツを食べたかったんだ。食べてへん。食べたかったけど、はい、高いしやめたんだ。高いしやめました。なるほど、そうか。へえ、面白いね。いや、next question please。Okay, next question. Please tell our audience and our fans about some accidents or troubles that you maybe had. アクシデントとかトラブルとか海外で困ったことなんかないの？ありますね。はい。バリから帰るときに、うんうん、まあ、本当は夜12時とか1時とかに出発予定だったんですけど、深夜便やね。そうですね。点検とかそういうのもあって、結局出発が朝。あ、遅れたんだ。そうです。それをもう、カウンターでチェックインして荷物も預けて、はい、で、飛行機の中入ってチェックしてゲートまで行って、そうです、ゲートの待ち合いみたいなところで、うん、それが分かって飛びませんみたいな。そうです、エンジントラブルですみたいな。明日の朝しか無理ですっていう。あ、マジで、はい、へえ。でも結構5、6時間待たされた感じ。待ちましたね。もっと5、6時間もっとはないですね、うん、そのくらいですね。だいたいそれ。へー、いきなり、いきなりです。飛ぶはずが飛ばんみたいな、はい、へー。それは大丈夫だの？日本からなんか、着いてから用事があるとか乗り換えでとかそんなの？あ、まあ大丈夫でした。へー、そうなんだ。何してたの、その5、6時間ご飯食べて寝て。ご飯別にそんなゲートとかやったら夜中とかやったら空いてへんじゃん。なんか機内食をもらって、うんうん、あ、出してくれて、はい、あ、なるほどなるほど。それ食べて、食べて、へえ。でもそんなもうみんな他、のお客さんも一緒やんか。はい。仲良くなったりとか。は一切ないですね。なんでだ、なんでだ。ないです。別にもう夜中やし。夜中やし、もう眠いな、なんやねんみたいな。あ、そうなんだ。へえ、そうかそうか。なんか出会いとかね、あったら面白いね。そうですね。うん、お姉ちゃんがインドネシア人にちょっと好かれて、うんうん、ご飯とかめっちゃ持ってきてくれたりとか。え、マジで？お姉ちゃん。お姉ちゃん。インドネシア人に好かれて。はい、1個でエドに2個食え的だ。2個持ってきてくれたとかしました。すげえやん、やるやんお姉ちゃん、すごい。へえ、なんかね、さっきも中国でちっちゃい時お姉ちゃんが、そうですね、うん、中国行った時に、うん、お姉ちゃんが男の人に名刺渡されて、うんうん、そのまま連れて行かれそうになってマジで、はい、お姉ちゃんめっちゃ可愛いの、もしかして。可愛いほどではもう普通、まあ私の次ぐらい。いや、私より若いです。うまかいな。細いし。うまかいな。本当です。いや、楽しみ、楽しみというか見てみたいね。お姉ちゃんね、ちょっとね。そうですか。はい。わかりました、わかりました。はい。じゃあじゃあ、ネタも尽きないことなんですが、はい、ちょっとお仕事をしてください。告知をね、はい、しに来ていただいたので、はい、ぜひ、告知をお願いします、はいはい。グレートではブライダルブーケ、造花のブライダルブーケなど、うん、アレンジとかもしてまして、うん、靴部門に関しては革小物のシューケア、ケアの仕方とか、あとはもうお任せで磨いたりとか、そういうこともしてますので、わからないことがあったりとか磨き方を教えてほしいとかあれば、ぜひご来店ください。はい、場所はビオルネ、平方のビオルネ、そうですね、ビオルネ3階です。上がったとこやね、はい、のエスカレーターの裏、エスカレーターの右側ですね、右側ですね、はい、はい、で靴磨き職人がおねね、いますね、ピッカピカです。ピッカピカなんでね、はい、僕もまあお願いしたことあるけど、ほんまピッカピカになるしね、ぜひぜひ行ってみてください。はい、はい、ということで、あっという間の時間でしたけど、はい、じゃあロム君、 You can close this show. Okay, yeah. So thank you so much for watching and listening. It was amazing. Thank you for coming. Thank you so much and see you in the next episode. Yeah, thank you very much. じゃあね、バイバイ。 バイバイ。